喫茶マリンのマスターでございます。若桜です。100回記念おめでとうございます。月の空を飛び立つとき、雲の切れ間であなたは何を思う？唇を舞い散る文字に結び、咲き出す不幸を密かに詫びたはずさ。ふるさとの三階を親父とおふくろ、健やかであれと、桜桜若い桜、一途な命が知ったよ。残されたことの灰も溶けば、生きて帰らぬ覚悟の文字がにじむ。言い交わした人がどこかにいたのか、どんな夢を見た？桜桜若い桜、けなげに凛々しく散ったよ。ふるさとの弟、あとは頼んだが、最後の一行、桜桜若い桜、心に面影咲いたよ。今年も思い出咲いたよ。